今年活動21年を迎えた堀屋よさこい。高知を元気にしたい、日本を元気にしたい、感謝の気持ちを込めて堀屋流よさこいの楽しさを伝えていきたいと思っています。よさこい本来の前に前に挑戦していく楽しさでトライしていきます。それではどうぞ。町の皆さんこんにちは。高知から来ましたホニアです。今年で2回目の参加になります。ありがとうございます。今年のテーマは夢トライです。夢に向かって挑戦し、皆さんに元気を与えれるように、頑張りたいと思います。それではどうぞ夢トライお楽しみください。お願いします。
ぜひお立ち寄りください。ありがとうございました。ありがとうございました。